皆さん、明けましておめでとうございます。今日は2022年元日の朝7時15分、こちら埼玉県ふじみ野市の気温は氷点下マイナス1度になっています。昨年はコロナに明け、コロナに暮れた、そんな1年でした。皆さんはどのようにお過ごしになられましたでしょうか。コロナの影響で社会の仕組みや習慣がだいぶ変化してきたように思います。お宅で仕事をされる方もだいぶ増えましたですね。また家族の生活や消費行動にもだいぶ変化が見られたように思います。私もこのインテリアの仕事を50年ほどさせていただいておりますが、この1年間のような人々の暮らし、ライフスタイルが大きく変わった年は本当になかったと思います。まだまだこのコロナとの戦いも続くことかと思いますが、健康的で暮らしやすい、そして素敵なインテリアのお手伝いを今後とも続けさせていただきたいと思っています。どうぞ気軽にご来店いただき、ご相談をいただければと思います。埼玉県ふじみ野市のベストインテリアでした。